今日はね、晩ご飯、えそ、ー、ばです。えっ、ー、と、ザルそばと、あとね、えー、丸亀製麺の持ち帰りでね、買ってきてもらった天ぷらです。こちら多分ね、ちくわ、しいたけ、これなんだろ、う、イカかなって感じですね。も、ま、う、あ、ちょっと自分はかしわ天が好きなんですけど、まあ、家族とね、これ今シェアしてるんで、みんなが食べれるやつをね、買ってきてもらったみたいですね。えー、っと、コメントで、キッコのね、 動画を出してもらいたいっていうね、リクエストがあったんで、まあ、来週中ぐらいにね、撮れたらいいなと思ってます。で、自分がね、ちなみに育ててるやつは、えっと、アフリカキッコーリューっていうやつなんで、冬型って言われてて、まああの、このね、暖かくなる時期から、順々にね、葉っぱを落として、芋だけのね、姿、か地上にはね、何も見えないような形で、あの、小さい頃ね、過ごす、そんな感じになっていくので、まあちょっとね、あの、葉っぱはあるんですけど、そんなにね、今ね、まあ 活動期間じゃないっていう感じですね。あとはまあ、自分もキッコーリュウの動画出したんですけど、まあその、去年の秋頃に初めてね、キッコーリュウっていう植物の存在を知って、これ面白いなと思って、種とね、えっ、ー、と、出来上がった苗をね、買ったんですよ。で、出来上がった苗は植え付けしただけだし、まあ種もね、た,たまたまタイミングが良かったんで、まあ発芽したんですけど、それからね、えっ、ー、と、春巻きっていうか、 先月ぐらいかなずっと、あのー、土にね、冬場発芽しなかったやつを刺してはいるんですけど、この春になってからね、発芽してないんですよね。まあ、その秋に一回発芽し損ねたやつを乾かして、もう一回ね、種まいてるんですけど、まあ、キッコーリュはそういう巻き方でも、またね、種を再利用できるんですよ。でも、芽が出てないんで、何かあの条件が合わないか、まあちょっとなんか、 種がね、栄養が貧弱になってしまったのか、ちょっとわかんないんですけど、とりあえず自分は去年の秋からね、種まきが成功してないんで、まあ状況だけね、とりあえずまあ報告してね、動画にしたいと思います。はい。というわけでね、えー、早速、そばいただきます。じゃあ、昨日もね、あの、スーパーでホットケーキミックスなかったじゃないですか。そばだと,とかね、乾麺とかもね、保存が効くんでね、いいかなと思います。ちょっとね、距離が近いな。 ちょっと持ち上げます。はい、こんな感じで。じゃ、いただきます。うん。なんかヘルシーですね。 みそか大晦日の気持ちになりました今うんうまいね私はわさびが好きなんで結構たくさんね使いますこんな感じですねでわさびをそばの方にねつけてつゆをつけて いただきます。うん、おいしい。ちょっとね、じゃあ、ちくわ天の方もいただきますかね。よいしょ。温め直してあるのでね、サクサクです。そうでもなかったね。しっとりしてますね。うん。 今日はね、メロンの、まあ、発根して、まだ根っこが短かったやつをポットに植え付けしたりとか、植物の発想がね、一件あったんで、梱包してね、えー、発送してもらったりですとか、